いきなり明るくなったか。霧の発生範囲はここまでみたいだな。エリーズ街道、ロレント市からおよそ60セルジュの地点と。霧の範囲内に魔獣はいないし、なんとか安全は確保できそうね。うん、他の街道もこの調子で調べていけばいいわけね。相手が悪かったな。みんな行くわよ。やれやれ、手こずらせてくれる。Thank you.
ここなら何か釣れそうね。ここなら何か釣れそうね。
って出直してきな。手直してきた。
やれやれ、手こずらせてくれる。美酒ってやつだな。
勝利の美食ってやつだな。ここもかなり霧が出てるわね。ここがあのおっさんの家かよ。予想していた通り、なんとも趣のある佇まいだな。そういうもんかしら。お茶くらいご馳走するから、よかったら上がっていってよ。お茶の用意は私がするわ。あんたは屋根裏部屋に上がった方がいいみたいね。屋根裏部屋？なんで？ほら、あれよ。ああ、さすがにこの霧じゃ家の中が湿っちゃうわね。うちは落ち着くわ。外が霧だらけだから余計にそう思うのかもしれないけど。それはあるかもね。しかしシェラザード、さすがに勝手知ったるって感じじゃねえか。そりゃまあね、ここの家とは随分長い付き合いだし。私のお母さんが生きていた頃からだから。もう10年以上になるかな。ええ、そうなるわね。確かお前さんは旅の一座にいたそうだな。どんな風にエステルと知り合いになったんだ？それはね、ちょっと知らねえ。いいじゃないの、昔の話だし。あれは12年前。うちの一座がロレントに興行に来た時だったかしら。その頃のエステルは今以上に好奇心旺盛な怖いもの知らずでね。興行の後、一人で私たちの天幕に遊びに来ちゃったのよ。旅芸人の一座なんていわばよそ者じゃない？普通興行以外で地元の人が近寄ることなんてなかったから、最初はみんな戸惑ってたけど、まあとにかく物おじしない子でね。毎日遊びに来るうちにすぐにみんなに気に入られちゃってたわ。もちろん私も含めてね。そんなある日、日が暮れてからエステルが帰ることがあって、仕方なく私が家までエステルを送って行ったのよ。
シウス先生とレナさん、エステルのお母さんと知り合ったのはその時だったわ。へえ、そんなことがあったのか。物おじしない性格は昔からだったわけだな。さすがに4歳の時だからあんまり覚えてないんだけど、でもその時から知らねえ、巡業でロレントに来るたびにうちに遊びに来るようになったのよね。そうだったわね。しかしシェラザド、旅の一座にいたお前がなんでリベールなんぞで遊撃士になったんだ。いろいろと事情があってね。8年前遊撃士になろうと思った時、カシウス先生を頼ることにしたの。それ以来ずっとリベールにいるわね。なるほど、お前もおっさん絡みか。そういえばその時にはもうヨシアのやつもいたのか。あ、ヨシアが引き取られたのはその3年後くらいかな。シェラネーが声優劇師になるために王国中を回ってた頃だったよね。そうだったわね。旅から帰ってきたら見知らぬ男の子を紹介されてね。さすがにちょっとびっくりしたわ。みんな行くわよ。
って出直してきた。これぞ勝利の美酒ってやつだな。相手が悪かったな。
ギルドからあなたが依頼を出してたペシュ。おう、その通りだよ。よかった、来てくれたんだな。うん、一応お話だけでも聞かせてもらいに来たわ。掲示板によると何か調査の依頼みたいね。ああ、実はロレントにある釣り場の調査を頼みたいんだ。詳しい手順についてはまた後で説明するとして。で、どうだろう、やってもらえそうかな。それぐらい問題ないわ。任せてくれていいわよ。いやー、ありがとう。やっぱり困った時は遊撃士に頼むに限るよな。でも何のために釣り場なんて調べてるの？わざわざミラまで出して。ああ、実を言うと私はあの超高士団の団員でね、もうじき仲間たちと釣りの講習会を開く予定なんで、その候補地のロレント。うん、俺も機会があれば参加してみたいもんだな。へへ、オートでも大盛況。本当ならこの調査も自分でやりたかった。あいにくの霧だからな。プロに。なるほどね。それで、ああ、どこで魚が釣れたのかそれを報告してほしいんだ。良さそうな水辺を見つけて。お、なんだか嬉しそうだけど、もしかして。さ、仕事で釣りができ。へー、まあ、所詮。ま、手は抜かないけど、そう言ってくれると助かるわ。じゃあ、早速釣り場を一通り洗いだ。なあ、それじゃあ。あれ、もう報告できるのかい？なんだよ、まだちっとも調査が進んでないじゃん。ちゃんと調べてから。
なら知らないわね。相手が悪かったな。
先輩たちですか？あら、リッチじゃない。リッチさん、おひさ…やあ、エステル。訓練場に出発して以来だね。アイナさんから聞いたよ。大変な仕事をしてるんだって？うん、まあね。リッチさんの方はひょっとして護衛の仕事？ああ、こちらのお客さんたちがオートに急用があるらしくてね。このままだと今日は定期船が運航しそうにないから。なるほど。ご苦労様。先輩たちこそ。霧の調査ご苦労。街道の状況はどうですか？エリーズ街道の方はあまり霧は広がっていないわ。少し歩いたらすぐに視界が開けるはずよ。ふう、助かりました。それじゃ僕はこれで失礼し、それでは皆さん、オートに向けて僕から。おお、頼むわよ。
しき生誕祭の夜、エアリー、君の顔を見るたびあの夜の感動がよみがえってくるよ。星々と花火の光が見つめる中、僕が決意を言葉にのっ、ちょっといい？ん？あら？誰かしら？遊撃士協会の者よ。あなたアルムさんでしょ？掲示板の依頼を見たわよ。わあ、ありがとう。よかったわね。ああ、君の心はどう？今、君を苦しめているのは。それは言わないで、アルム。あなたが辛いってことは私が一番よくわかってるわ。あの夜約束したでしょ。どんな時も二人で手を携えて精一杯に生きていこうと。ああ、愛してるよ、エアリー。私もよ、アルム。何か依頼があるんじゃなかった？そうよ。実は僕らの将来すぐ調べてほしいんだけど、引き受けても？ありがとう、ありがとう。ゆよかった。ああ、なんだって。あ、で、依頼の話なんですけど。これは失敬。ではその話をさせてもらうよ。ええ、できれば簡潔にね。頼みたいのは他でもない、僕らの婚約指輪の捜索さ。貯金をはたいて上等なリングを用意したのに。あの子肉らしいカラスにかすめ取られてしまったんだ。カラス？カラスってあの鳥のか？ああ、あのカーと鳴くやつさ。あいつが僕たちの指輪をくわえて逃げたんだよ。確かにカラスには光るものを集める習性があるわ。指輪ともなればさぞかしお気に召すことでしょうね。ってことは今頃指輪はどっかの巣の中にあるはずよね。その指輪を見つけてこいってこと？うん、大変な頼みだってのはこっちも百も承知さ。それでもなんとかして。もう今わかってる情報だけじゃ見つけ出すのは厳しいわね。もう少し手がかりはない？ああ、巣の場所の見当ならついてるよ。多分ロレントの北にあるはずさ。あいつはマルガ山道の方に逃げていったからね。もっとも霧が出て。なるほどね。
よし、上出来。やれやれ、手こずらせてくれる。ここなら何か釣れそう。これぞ勝利の美食ってやつだな。出直してきた。相手が悪かったな。
相手が悪かったな。ビシュってやつだな。
手こずらせてくれる。ここなら何？ここなら。これぞ勝利の美酒ってやつだな。出直してきた。Thank you.
手ってやつだな。出直してきた。
って出直してきた。相手が悪かったな。だったわね。ああ、まさかこの可能性は町へ戻ったら。
霧が晴れたか。マルガサンド、ロレント市からおよそ140セルジュの地点と。広範囲に発生している上に魔獣も徘徊しているから危険だわ。うん、確かに。これで3つの街道で霧の発生範囲を調べたし、そろそろギルドに戻ってアイナさんに報告しよっか。そうした方が良さそうね。聞こえなかった？ああ、遠くから聞こえてきたようだ。なかなか悪くねえ音色だな。うんうん、うっとりしちゃったわ。あれ、どうしたの？知らねえ。あ、ううん、綺麗な音色だったから聞き惚れちゃっただけよ。なんだ、知らねえのか。鈴の音なんて珍しいけど、リノンさんの雑貨屋で新しく仕入れたのかしら。そうかもしれないわね。それはともかく、これで霧が発生した範囲は大体つかめたわ。そろそろギルドに戻りま。あ、みんなご苦労様。まずは報酬を支払わせてもらうわね。しかし、もっと漠然とした報告になると思ったんだけど、そんなにはっきりと霧の境界ができていたなんてね。ええ、不自然といえば不自然ね。実際地図だとどんな風に広がってるの？ちょっと待ってて。エリーズ街道方面に60セルジュ、ミルヒ街道方面に80セルジュ、こんな感じじゃないかしら。これだけだとさすがに何もわからないか。
そうですね。霧の広がり方は発生原因や風の流れで変化するそうですから。しかしどうにもはっきりしねえ状況だな。結局ここで待機しつつ。そうなるわね。現状では王国軍も出動を決めかねてるみたいだし。あ、そういえばねえティータ、霧除去装置みたいな発明品博士が作ったりしてないかな。前に除湿機っていうのをおじいちゃんが発明したことがあったけど。除湿機、名前の通り湿気を取り除く装置ってわけね。それって使えそう？多分無理だと思うよ。屋外の大気を処理するには何百台も必要になっちゃうし、それだけ用意できたとしても一時しのぎにしかならないかも。はあ、そう都合よくはいかないか。せめて結社が絡んでいる証拠でもあればいいんだが、連中の仕業にしては中途半端な感じもする。中途半端っていうと？これまでの事件だとゴスペルが使われた時にはありえない現象が起こっていた。だが今回の霧はそこまで大それたものとは思えなくてな。それは確かに。それともう一つ、彼らは毎回何らかの形でメッセージを発していた。しかし今回はまだそれが見受けられないようだね。メッセージ？亡霊騒ぎ、サングラスの男、そして各方面に送られた脅迫状。こちらに怪しいと思わせる挑発的なサインがあったということさ。なるほど。確かに中途半端な気はするわね。どうしたのシェラザード？そのメッセージだけど、もしかしたらすでに受け取っているかもしれないわ。え？どういうこと？大変じゃ！市長さん？おお、エッセル君、ずいぶん久しぶりじゃの。どうもお久しぶりです。でもどうしたの？そんなに慌てちゃって。って。前にも似たようなやりとりがあったような。市長さん、まずは落ち着いてちょうだい。何があったの？あったも何も。君たちの方は大丈夫だったようじゃな。どういうことですか？先ほどうちのリタ君がいきなり倒れてしまったんじゃ。しかも同じようにいきなり倒れた市民が他なんですって。一通りの家を回ってみましたが、やはり全員症状は同じですな。呼吸も安定していますし、瞳孔にも異常は見られませんでした。ほとんど睡眠中と同じ状態なので、すぐ容態が悪化することはないでしょう。そうですか。不幸中の幸いというものじゃ。ですが、このまま眠り続けたら体力の低下は避けられません。早急に対策を考えなくてはなりませんね。
丈夫か？ひでえ顔色をしてやがるぞ。まさかエリッサのお母さんやルックまでが倒れるなんて、ちょっと驚いちゃって。エステル、気分が悪いんだったらギルドに戻ってもいいのよ。それとも家に戻って休んでる？うん、へこんでいられないもん。それで局長さん、昏睡の原因は？残念ながら今のところは。ただ教会秘伝の着付けが効かなかったことを考えると、毒や病気の類ではなさそうです。言うなら何かに魂を囚われたような、そんな印象を受けましたね。何かに魂を囚…とりあえず昏睡した人の家を一通り訪ねた方が良さそうね。どのような状況で彼らが昏睡…家族から聞いてみたら何かつかめるかもしれないわ。うん、分かった。エステル君、今回の件はロレント氏から正式にギルドに調査をお願いし、どうか原因を突き止めて皆の、うん、ま、魅力を尽くさせてもらうわ。ねえみんな、やっぱり結社の仕業だと思う？ああ、その可能性は高くなったな。教会の人間でもわからねえ原因不明の昏睡状態、ありえない現象と言っても過言じゃなさそうだぜ。やっぱりそうだよね。それじゃあひょっとしてメッセージもあるとか？ええ、確かめる必要があるわね。倒れた人たちのリストはちゃんと手帳にメモしてある？あ、ちょっと待って。その4人の関係者を中心に街で聞き込みをしてみるわよ。一通り回ったらギルドに戻ってアイナに報告。うん、この霧のせいでだ。うん、うん、構わな。あ、ああ、そう。これぞ、見てるこっちが当てられそうだぜ。お邪魔するのもなんだし、ここはさっ、それに限るわね。それじゃあ、
お久しぶり。掲示板を見てきたんだ。あらあら、こんな夜にわざわざごめんなさいね。早速だけど、アリルちゃんを探してくれる？あ、アリルちゃん、あの猫、またいなくなったのね。どう？やってもらえるかしら？うん、一応は OK よ。こんな時にいいのかなって疑問も若干あるけど。細かな事件への対応も遊撃士としての重要な任務よ。できる範囲で協力しましょう。ええ、それで構わないわ。では改めて依頼内容の説明。何でも猫を探してるそうだな。さっき言ってたアリルってのがその猫か？ええ、そうなのよ。そのアリルちゃんを探してるの。ちょっとお昼寝してる間にいなくなっちゃったのよ。前回とまるで同じパターンね。つまりもう半日も行方知れずというわけか。うん、それは少々心配な話ではあるな。どこに行ったか何か心当たりはない？普段よく行く場所とかあったら教えてちょうだい。心当たりというか、おばさんが調べた限りでは発着場が怪しい感じね。発着場？整備員さんに話を聞いたら猫を見たって人がいたの。小麦色の猫って言ってたし、アリルちゃんに待ち、あと猫の毛色は目、うん、まずはこの線を追ってみたらどうだ。ええ、とりあえず発着、うん、もうこれくる。それじゃあブレ見つけた。ええ、ちょっと聞きたいことがある。おう。あいにく俺は見て。あれ、その猫を見たっていうのは、あいつに話を聞いてみろよ。よほど厳重に。聞きたいことが。ん、ああ、確かに見たよ、今日の昼ごろ。うん、飯田さんの話とぴったり。で、その後猫がどこに行った。さてね、一体どこに行ったのやら。あれから見てないし、さっぱり見当もつかないね。何しろ猫ってやつは。まあ確かに。そう、でも困ったわね、手がかりが途絶。ならクイントのやつに話を聞いてみたらどうだい。ついさっき夕飯を買いに町に出て行ったところだけど。クイントさん？ああ、セシリア号の操舵手さ。あいつも猫のことを話してたよ。操舵手の。早速探しに行こうぜ。情報提供。いや、お安いご。
久しぶりね、エリスさん。エステル、よかった、訓練から戻ってきたんだね。心配したよ、なかなか帰ってこないんだもん。ごめんね、挨拶しそびれちゃって。それはそうと、どう、おばさんの様子は。うん、気持ちよさそうに眠ってるだけなんだけど、揺すっても声をかけても全然起きないんだよね。教区長様は心配ないって言ってくれたんだけど。そっか。私たち市長さんの依頼で今回の事件の調査に来たの。協力してもらえないかしら。あ、はい、何でも聞いちゃってください。それじゃあ、まずおばさんはいつどこで眠っちゃったわけ。あ、うん、時間は夕方の5時くらいだったかな。私とお母さん、外のテラスの椅子とかを片付けてたのね。テラスの椅子を。ええ、この霧だと湿気で痛みそうじゃないですか。せっかく一階を目張りしたから、椅子だけでもしまおうと思って。なるほど。そうして片付けてる途中で、私お父さんに呼ばれちゃって、戻ってきたらお母さんが椅子にもたれて眠っちゃってたの。そっか、眠った現場は見てないわけね。うん。それで私、お母さんに声をかけたんだけど起きなくて、慌ててお父さんたちを呼んで2階のベッドに運んでもらって、それでエリスさん、ごめんね、エステルたちが来てくれたから、ちょっと気が緩んじゃって。うん、分かってる、大丈夫だから無理しないで。うん、ありがとう。もう大丈夫だよ。何か他に聞きたいことはない？そうね、シェラネ、何かある？そうね、お母さんが眠った前後に何か変わったことはなかった？見知らぬ人が訪ねてきたとか、変な物音を聞いたとか。見知らぬ人、そういえばお父さんに呼ばれて中に入る時なんですけど、時計台から女の人が出てくるのを見たんですよね。女の人？ロレントの人間かしら。霧が立ち込めてたから顔は分かりませんでしたけど。不思議なデザインの服だったし、旅行者なんじゃないですかね。不思議なデザインってどういうところが不思議だったの？黒くてゆったりしてて、ドレスみたいな服だったような。やっぱり霧で霞んでたから詳しくはわからないんだけどね。そっか、でも重要な目撃情報かも。アイナさんに報告しなくちゃね。ええ、ありがとう、エリスさん、いろいろと話を聞かせて。あ、いえいえ、お勤め。おばさんのことは私たちに任せ。絶対に原因を。うん、ありがとう、エステル。Thank you.
ここなら何。相手が悪かったな。エステルちゃんとシェラザードさんだったかしら。ええ、こんばんは。市長さんに依頼されて事件の調査に来たんだけど、ラオじいさんの容体はどう？ええ、変わりないわ。よく眠っているみたいだけど、何をしても全然起き。やっぱりこのまま朝になるまで様子を見るしかない。ええ、今のところ。それでいくつか聞きたいことがあるんだけど。ええ、僕たちに答えられることなら何でも構わない。ご協力感謝するわ。まず
ラオさんがいつどこで眠ってしまったか。時間は5時半くらいだったかしら。場所はその扉の向こうになるかな。扉の向こうってつまり、まあ扉を叩く音と一緒に帰って鍵を外して出迎えようとしたら、お父さんが倒れてたんだ。父さん酒場に行ってたから酔いつぶれたのかと思ったけど。全然酒臭くなかったから今日は飲まなかったみたいなの。それなのに目を覚まさないからさすがに変だと思ってね、教区長さんに相談に行ったのさ。なるほど。だいたい最後に一つだけ、ラオさんが眠る前に何か変なことはなかった？変なこと？この霧のことかい。ううん、それとは別に見知らぬ人を見かけたとか変な物音を聞いたとか。そういえばお父さんを運び込むとき。ああ、あなたも気づいた。ゴタゴタしてたから今まで忘れちゃってたわね。倒れたお父さんをベッドに運ぼうとした時なんだけど、かすかに鈴の音が聞こえたんだ。鈴の音？それって私たちも聞いたあれ？すごく綺麗な音色だったわ。多分誰かが外で鳴らしたんだと思うけど。ありがとう、いろいろと参考になったわ。もし他に何か思い出したら。ええ、それじゃあ失礼します。また明日様子を見。ああ、さんちのエステルちゃんじゃないか。お久しぶり、パット、マギーおばあちゃん。ルック、大変だったみたいだね。エステルお姉ちゃん。どうしたの、パット。無理もないさ、
倒れたルックを見つけたのはこの子だったらしいからね。そうなんだ、パッド。大変だったね。マギーさん、お孫さんの様子はどうですか？ああ、今のところぐっすりと眠ってるだけさ。なに、心配せずと。なんたって元気だけがこのまま目を覚まさないなんて。そう、マギーさん。ねえパッド、ルックが眠った時のこと私に教えてくれないかな？え？私たち市長さんに頼まれてパッドが手がかりを教えてくれたら事件解決に一歩近づけると思う。だからお姉ちゃん、うん、ぼ、ありがとうパッド。それじゃあルックはいつ？あ、ルックを見つけたのは時計塔の上だったんだ。時間は5時過ぎくらいだったと思う。その時僕が鬼で、でもやっと仕方ないから起こそうとしたら全然起きてくれなくって。そっか。ところでルックのことは誰がここまで運んでくれたの？あ、うん、時計台森の僕が困ってるところにちょうど上に登ってきたんだ。霧で時計の調子が悪くなってないか確かめに来たみたい。そっか、パンデュジーさんらしいな。うん、だいたい状況は分かったわ。ねえパッド君、かくれんぼをしている時他に変見かけない人を見たと何でも構わないわよ。霧で真っ白だったこと、発着場に誰もいなかったのがちょっと怖かった。そっか、特に不審なことは起こらなかったみたいね。ええ、そうね。二人ともありがとう。そうかい、エステルお姉ちゃん。うん、もちろんよ。パッドもこれ以上ベソかかないようにね。ルックが起きた時にからかわれちゃうわよ。うん、そうだね。僕もう泣かないよ。お疲れ様。何か依頼を達成した。